こんにちは。試験や英語塾です。えー、っと、今回はですねあの、この間ツイッターにですね、あの、なんか、うん、NHK ラジオ英会話っていうのがね、トレンドで入っていて、あの、みんな聞いてんだなと思ってね。あのー、で、これあの、トフルでね、あの、お勉強してるようなあの人にも、まあ、聞いてもらいたいなと思ってるんで、まあ、そういうあの願望をお伝えします。で、あのー、 あの、これどれぐらいの人がね、やったらいいかっていうのは、もう全,全レベルやったらいいんですけど、あの、とりわけね、あの、トフルで、うんと、あの、90超えててね、でもう100超えたいっていうね、あの、そういう人、 で、あの、意外とやるといいですよ。あの、ぜひね、あの、聞いてみてください。あの、聞くだけじゃなくて、リピートしろって言われたら、ちゃんとリピートするしね。あの、そういうのやってもらいたいなと思ってます。で、あの、要するに90超えてね、100を超えなきゃいけないというような人はね、もう、あの、スピーキングセクションに、もう嫌がおうでも手をつけなきゃしょうがないですよね。全体のスコアが上がらないからね。あの、っていうことなんですね。ただね、あの、多くの、あの、今までね、あの、日本で英語教育を受けてきた人の多くは、やっぱりあの、例えば、あの、なんだろう、あの、 英文解釈とか読解、長文っていうのと、あの簡単なリスニング、そしてあの英作文っていう感じでやってきてるんですね。だから 長文読解とかねあの、英文解釈がやっぱりレベル結構高いですよね。だから、あのそこそこカッチカチの英文をこうインプットしてきた。で、そのままね、それをこう出そうとしてるんですよ、口から。あのそれがスピーキングですねあの。で、彼らの特徴の、特徴的なね、彼らに特徴的なスピーキングの答案が出来上がると。あのもう英文がカッチカチなんですね。あのでカッチカチなんで、カッチカチでもうなんだろうフォーマル、フォーマルチックなね、あの英語で、これがね、あの、 フォーマルな、が、硬い英語は、スラーっと出るはずがないですね。当然ですよね。で、あの、だから、とつ、とつ、 凸ってなるで、このとつとつの間にまたエラーがある。で、エラーがあってとつまたエラーがあってとつみたいな感じなんで、もう聞いてる人も、おうおうって大変なんですね。で、もうそスコアが上がるはずがないじゃないですか。で、あの、それはもう、あの例えばこ、今からね、3ヶ月、6ヶ月、1年、あの、練習をね、仮にね、積んだとしても、それぐらいでは、すらすらは言えないですよ。やっぱりとつとつのままなんですね。だから、なかなか上がらないってのはそこにありますね。それが唯一の原因じゃない。唯一の原因じゃないけど、まあ、大きな原因の一つ。 一つにははななってるはずなんですねあのそ,こそれがねあの、ラジオ英会話の,あの出てくる英語っていうのは、もう一つのセンテンスがものすごい短いんですね。単語が3つとか4つとか5つとか、それぐらいでどん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 構成されていきますよね、会話がね。あのそこがね、やっぱりいいところですよね。なんでかというと、日常会話って、もうさっささっさ行かないとダメじゃないですか。ね、今何時ですかって言われて、えー、っと、ちょっと待って、あの3分後に答えします、お答えしますとか、ありえない話で。あのまあ、ギャグならね、あるかもしれないけど、 あのだからサ、クくサさやらなきゃいけないわけですね。で、あのそのサクサク感っていうのはあの、トフルのスピーキングでも同じなんですね。与えられた時間は1分間だけなんですよ。で、その間に自分の,あの得たインフォメーションを、サクサク全部あの、えっと、言っていかなきゃいけない、伝えなきゃいけないわけですね。だからあの、じーっと待ってくれないんですね。だから、そこのサクサク感、だから、どんなあの素晴らしい英文をあの作れたとしても、すべての情報について、あの全部、 1>, あの1分以内に言えない限りスコアが出ないんですね。もう出すわけにいかないですよね。こんだけの情報を言ってほしいのに、ここだけ素晴らしい英文が言えて、こう全部言えてないみたいなね。 その素晴らしい英文作れたとしても、それがうまく言えてないとかね。なると、やっぱりなかなかスコアを上げるわけにはいかない。あの、採点者からするとね。そういうことになるんですね。だから両方とも、日常会話にしても、トフルにしてもね、ある意味一発芸なんですよ。この一瞬で勝負をつけなきゃいけない。で、これをやっていかないとなかなかトフルのスピーキング、あるいは日常会話もそうですけど、なかなかできないということなんですね。例えばね、ラジオ英会話とかね。 例えば、ね、あのこの会社は、えっと、業務拡大が、ね、続いていますみたいなあの時にはあの This company is constantly expanding これぐらいで多分い行けてるはずなんですね This company Is constantly expanding で5つですよ、単語がね。それをね、サクサク言える。This company is constantly expanding. っていうふうに言えると、あのどん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 あの次のね、センテンスが言えていく。なんだけど、やっぱり TOFL で90点ぐらいの人にありがちな英語っていうのは、やっぱりあの、えっと、えっと、it まあなんかね、原因があったとして、It enables this company to witness its continuous business expansion とかいうのをまたもう途中でエラーがありながらのとつとつ言っていくと。 え、いう感じですね。もう、なんとなくわかりますよね。もう日本人のイネーブルズものすごい好きなんですよね。あの、だからそういう、本番だとどうなるかというと、このイット、イットイネーブルズみたいな、このイット、まあ、言っとかないといけないんですね。インフォメーションもらってるからね。だから、あの、これもやっぱり、あの、 追加で言わななきゃいけないけ例えば、the, the, uh, the introduction of new equipment and an addition, new addition of、uh, talented people、uh, enable, enable this company、uh, to witness its continuous business expansion とかね。 あの、いうことになるんですけど、もうこのビジネスエクスパンションとかなった時に、あの、この聞いてる人、レーターの人は、これ最初なんだったっけみたいな、もう感じになる、もう一これ必死にこう聞いて、聞かなきゃいけないんでね。あの、で、スピードも遅くなりますよね。で、スピードが遅くなる上に、あの、複雑になって、もう、あの、途中に間違いがあったりね、視点というと聞きづらいとかね、なったりすると、やっぱりもう、あの、で、しかもね、あの、 なんだ、あの、new equipment とかね、talented people とかね、あのビジネス expansion とかね、あの、メインアイディアがもう一つのセンテンスの中にギューって縮められると、今のセンテンス、結局何が言いたかったんだと、何がビジあの何がメインアイディアなんだというのは分かんなくなるんですね。 でね、this あの、あの、えっと、えっと、company is constantly expanding それから, it introduces new equipment。it also employs talented people。 っていうことでしょ。この三つを言っていったらいいんですね。そしたら、it also employs talented people. やっぱ五つぐらいの、あのー、ね、言葉、単語で、一、えっと、つのセンテンスを作っていくっていう感じなんですね。その代わりサクサクサクと言っていくということなんですね。あのー、これがね、やっぱりあの、重要でそしたらね、それぞれのセンス、例えば、あの、メモでね、タレンティッドとか書いてるわけ。で、そしたら、it also employs talented people っていうふうにさっと言える。この一つのメインアイデアに対して、 一つの短いセンテンスでボーンと言う。そしたら、あ、これがポイントだったんですね。みたいな感じがよくわかるんですね。あの、それが、あ、ニューアディションオブ、ー、タレティッピープル、イネイブルズ、みたいな感じになると、あのー、もう、あの、ね、な,なんか、ややこしくなってくるっていうことなんですね。あの、もう、で全てのセンテンスがそういう感じになると、なんか非常に聞きづらいっていうね、感じですよね。で、このね、短い文で話すっていう意識がね、あのー、 NHK ラジオ英会話聞くことであの非常に高まってくるかなと思います。すべてが短いんで、ね。あのでいつも短い英語をリピートする。でこれがサクサク言えることがあのえっと自分のスピーキングのスコアを上げていくんだと、えー、いうことですね。これが普通の会話の短さであり、これがスピーキングセクションでもあのこれそのまま言えばいいんだ。このように言えばいいんだと、えー、いうことなんですね。あのそれをあの意識、その意識を高めていくことができるので、ぜひ、ね、あの聞いてほしいなと思います。内容は簡単ですよ。 内容は簡単で、むしろ学ぶものはあってはいけないぐらいな話なんですが、まあ、学んでももちろんいいんですけどね。あの、もうこれ当然知ってますと。ただ知ってるけど、自分はこういう長い、長くて、あの、it enables this company になっちゃうのを、 あえてのね、あの、えっと、this company is constantly expanding. これぐらいで言えるようにしていくってだから、なんて言うんだろうな、自分の英語を修正したり、強制したりする時の、あの、ヒントを、あの、ズバズバくれるわけですね。だからそれを使って自分の英語を修正したり、強制したりしていく。それは、あの、もう本当にほとんどイコールトフルの、あの、スピーキングセクションのスコアを上げていくっていうことにもうダイレクトに繋がっていくんですね。NHK のラジオ英会話を、あの、 絶えず聞いていく。絶えずリピートしていく。えー、っていうことで、自分の英語はこれぐらいにしなきゃいけないんだと、えー、いうことですね。これを、あの、だんだん体感とか体得してほしい。で、えー、あの、オンライン英会話とかやってる人は、それをやってほしいです。そのように言ってほしいです。そしたら同じ先生にずっと当たってる人は、あの、最近なんか英語変わったよね、みたいな。 あの、ものすごい聞きやすいんだけど、どうしたのみたいな。あの、感じのことは言ってくれると思いますよ。あのー、よ、よ、今までのがよっぽど聞きづらかったっていう。<laughs> それは先生的に言えないけどね。あの、そういう感じですね。えっと、そういう自分の英語を短くしていく、えー、っていうことですね。で、短いのが意外といいんだと。短いのでいいんだ。その方がむしろわかるんだと。えっと、で、相手の先生も、なんか、最近、おまあ、上まいなと言ってくれるようになったぞと。ね。あの、そうやって自信をつけていって、本番、トフルの本番もやっぱり短くサクサク言って ていくっていうことがね。できるようにあのなってほしいなと思います。そのためにあのラジオ英会話、あの聞くっていうのはとってもいいことなのでね。あのおすすめしております。